はい、じゃあ脱走対策やっていきます。脱走するならもう脱走させちゃうっていう作戦でいこうと思います。これ使って、これちょっと下に引いて、まあちょっとよくわかんないんでやりながら考えていきます。寝てます。さて、横の壁ができました。ここがポンちゃんの昼間の部屋になります。昼間どうせ寝てるだけだから、ここに部屋を作って、夜はこっち全体的に動き回れるように作っていきます。あ、どうする？ポチャ。ポチャ、窓欲しい？いらない？暗い方がいいかな。はい、ついに完成しました。これ邪魔だね。でトイレ、ここで覚えてくれたらいいなと思って、ちょっと今フンを置いてます。なんかためフンみたいなのするみたいなんですよ、タヌキ。なのでちょっとためフン作戦で、ポンちゃんはもうそこにはいないです。こちらにポンちゃんの部屋、水はこれにしました。この穴蔵システムでやっていこうかな。なんか暗いね。あ、こうやってやるんだ。一応小窓もここに見えないポンちゃんがいます。で、この穴具はちょっとこう、機能がすごくて、機能美ですね。機能美がすごい。こちらを開けると、出てきます。ヒーターも下に入れてるんで、あったかいかな。どうですか？もーちゃんどう？こんな感じで今日また定点してみたいと思います。ここのエントランスのでかい扉をつければ、こっちのエリア、こっちのエリア遊び放題になるんで、夜中遊べるんじゃないですかね。ちょっと定点楽しみですね。ちょっと、はい、じゃあこんな感じです。じゃあちょっと今日夜また夜中配信するんで、昼間はもう完全に本当出てこないから、これを閉めて、でなんだ、犬来るんで、こっちで夜中というか夕方から
全開で自由に使わせようかなって感じです。